神田町より地元上富田町特産品梅干しの贈呈を行います。和歌山県より地元上富田特産品梅酒の贈呈を、はい、ありがとうございます。引き続きまして株式会社フィッシャーマン坂本康之様より地元特産品船盛りの贈呈を、はい、今回は、温かい、お出迎え本当にどうもありがとうございます。昨日からキャンプ始まりましたが、空港での、たくさんのお出迎え、それから素晴らしいグランド、そして非常に美味しいお食事と、とても満足しています。このキャンプでは、シーズン戦う上で大事になる体作りや、先日の落とし込みなど、いいキャンプをして開幕に備えたいと思います。12日間よろしくお願いします。あと1分間。止まらないで、だけんな。全然違いますね。フィジカルないし、ボール使ってこう上げるっていうなんか感じですね、今のところは。やっていきましょう。はい、頑張ります。これ使っていいですよ。今、何悩み？早く出しちゃった、イエーイ。
いるんですけど、格闘してもやっぱ負けてる。10番お腹いっぱいっす。そのぐらいお腹いっぱいっす。いい感じです。いい感じ、はい、考えながらやってる。すごい、はい、考えながらやってますよ。やめてくださいよ、本当に。考えながら、考えながらの練習。頭がめっちゃ疲れます。考える頭ないっすけど。去年と違う、去年のこの時期はもう新加入で俺はもういっぱいいっぱいでした。もう自分のことでいっぱいいっぱいでした。今年はどうですか。今年はもうちょっとあのチームの雰囲気を良くしようとか、ちょっと気使えるようになってきたと思います。頑張ります。どうでしょう。じゃない。あ、じゃあ振り丸の印象絶対ってことですか。振り丸じゃ絶対じゃん。振り丸の印象。こいつ顔でかいとか言ってましたよ。まあまあまあ、そりゃそうじゃなくて。撮ってるよ、撮ってるよ、お前のこと。気づいてたよ、こいつ。気づいてないわ。振り丸の印象、顔でかいって書いたらやばいですか。いや、大きいって書くんじゃない、普通に。顔ちょっと大きい。印象って何。これだけ言ってきたいって何。ペンギンだと思ってたんですよ、最初。これだけは宇宙人だと思ってたんで。これだけは。ああ、じゃあそれ書こう。ペンギン、ペンギンだと。これだけ言っときたい。思ってた。一世と仲良くないですって書いておくわ、普通に。いや、俺それ書こうと思ってたんだけど、普通に。ファンサポーター一言、一緒に戦ってください。戦いましょう。戦いましょう。終わりました。さすが。あ、横浜の気になるスポット HP じゃん。なんだろう。ズーラシアって横浜っすか。お前が動物じゃん。お前やめろ。これだけ言っときたい。これも。もう早くして。絶対昇格します。早くして。待てよお前。お前どうせ俺が行くと行く瞬間にお前ドア閉めんだろ。閉めないよ。言ったなお前。何閉めない。絶対昇格します。
大丈夫、よし。OK。OK です。お前、ペン戻せよ、お前。下げるペン。お願いします。